カーディアンカーディナル。ルーズボールへの積極的な飛びつきに対してザ・カストーディアンと呼ばれるようになり、卒業時にはミスター・ハッスル賞などを受賞した。2008年11月28日、ESPN 解説者の J. ウィリアムスは、ノースカロライナ大学のタイラー・ハンズブローとカーディナルのプレースタイルを比較した。大学卒業後、2000年の NBA ドラフトで2巡目、全体4位で、 デトロイト・ピストンズから指名を受け NBA 入りした。その年わずか15試合にしか出場できなかったが2001年4月11日のトロントラプターズ戦では18分の出場で9得点、4リバウンド、3スティールを挙げた。ピストンズに2シーズンで23試合に出場、平均2.1得点であった。フリースローは80%以上成功させた。 2002年9月11日、ゼリー・スタック・ハウス、ラトコ・バルダと共に、リチャード・ハミルトン、ヒューバート・デイビス、ボビー・ジモンズとのトレードで、ワシントン・ウィザーズに放出された。ウィザーズでもわずか5試合の出場の後、2003年2月に解雇された。3月には、リーガーク部のパメサ・バレンシアと契約しアレブ、ユーロカップ優勝に貢献した。翌シーズンはアメリカに戻り、 ゴールデンステートウォリアーズと契約した。ウォリアーズでは76試合に出場し、平均9.6得点、4.2リバウンド、0.9スティールをマーク。3ポイント成功率とフリースロー成功率で上位10位以内に入る活躍を見せた。この年カーディナルはザック・ランドルフに敗れたもののミ i p のファイナリストに選ばれた。2004年2月11日のフェニックスサンズ戦では、 自己最高の32得点を挙げた。また2月28日のシカゴブルズ戦では、自己ベストの14リバウンドを挙げている。2004年7月、ボーアウトローの穴を埋める選手を探していた、メンフィスグリーズリーズと契約した。怪我の影響で次第にプレイタイムが減少していったが2006から07シーズンには、シュート成功率49.4%、 フリースロー成功率92.6%の数字を残した。2008年6月、8人の選手が関係したトレードでミネソタティンバーウルブズに移籍した。2009年3月13日のニューヨークニックス戦では自己最高の3ブロックショットを挙げた。2009から10シーズンは平均9分の出場にとどまった。2010年2月17日、 ダーコ・ミリチッチとのトレードで、ニックスに移籍したがすぐに解雇され、3月23日に、ウルブズに、再び加入した。2010年9月27日、ダラス・マーベリックスと契約した。2011年5月8日のカンファレンスセミファイナルの、ロサンゼルス・レイカーズ戦では、チーム20本目の3ポイントシュートを決めた。これは1996年5月6日。 シアトルスーパーソニックスがヒューストンロケッツ戦で作ったプレイオフ1試合でのチーム対記録であった。そしてこのシーズンのマーベリックス初の NBA 優勝に貢献。2012年以降は契約するチームがなくなり引退した。ありがとうございます。